皆様こんにちは。フラジテリー木津田香織でございます。いつもフラロボをご覧くださいましてありがとうございます。本日は女性起業家キラテキインタビュー第70弾をお送りいたしたいと思います。本日のお客様は手作りウェディングドレス代表でいらっしゃいます富岡真知子さんをお招きしております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは早速一つ目の質問です。お仕事内容をお聞かせいただけますか。はい、花嫁さんがご自分でウェディングドレスを作るキットを販売しております。ご自身でウェディングドレスを作るわけですね。あ、そうです。すごいですね。はい、そのキットっていうのはどんなものですか。はい、まあ、型紙ですねに、サテン、あとはドレスを作る副資材といわれる、うん、ファスナーとか、うん、鍵ホックとか、うん、そういう、まあ、必要なもろもろと、うん、あとはテキストと参考 DVD、うん、で、パニエとドレスバッグですね。うん、パニエって何ですか。パニエはドレスの下に入ってこうふんわりこう膨らませるものです。はい、まあ、スレンダーなドレスとかには履かないドレスもあるので、あ、そうです、はい、つかない場合もあるんですけれども、はい、つく場合はそれをつけて、はい、デザインこのキット一つで全てが出来上がりますよっていうものを全部、あ、そうです、アドバイス付きでお届けするわけですね。はい、そうです。素敵ですね。はい、でそのどんなドレスを作るかっていうことに関しては作りたい方たち、女性の方たちが最初に依頼してくるわけですね。こんなドレスを。はい、そうです。まあ、ご試着なさったりネットで見つけたりでも何でもいいんですけれども、うん、こんなドレスが作りたいっていうのを画像でご相談いただくようにしてます。うん、はい、こういう胸でこういう大袖で、はい、こういうスカートでっていうの、はい、それをいろいろな画像から持ってきてお渡しする。あ、そうするとそうです、富岡さんがそれを一つのデザイン画にしてくださる。あ、そうです。はい、その一つのデザイン画になったもののヒットを一つと漏れなく、はい、そうです、セットでお渡しする。はい、そうです。すごいですね。はい、プラモデルみたいっておっしゃった方がいて、あ、確かにそうだなと思いました。あ、はい、全部出来上がったらここにある全てが出来上がるんですね。いや、でもそれで皆様自分の手作りウェディングドレスでお式をなさったらもうさぞ幸せでしょうね。そうですね、皆さん本当に大変だったけど、うん、本当に心に残る時間でしたというふうにおっしゃってくださるので、私もとても幸せな気持ちになります。素敵です。そのキットを、販売し、さらにあれですよね、出来上がるまで全部指導をしてくださるんですよね。そうですね、まあ、テキストを見ながら基本的には作業していただくんですけれども、うん、どうしてもこう分からないところとか、うん、ここがちょっと緩かったとか、うん、こうトラブルがあるじゃないですか。うん、でそういう時にいつでも使えるような、うん、掲示板で やり取りをしてサポートしております。そのご指導は、はい、紙だけじゃなくて画像を見ながら皆様に、はい、それに応じたアドバイスをなさってるってことなんですね。はい、うまくこう言えなかった人では、うん、この辺がちょっと緩いんだとか、うん、でそういうのを今もう写メがもうバッチリ映るので、うん、その映していただいたその画像をもとに、うん、まあ、ここをこういうふうに引っ張ったらいいんじゃないっていうのを、うん、その直接絵に書き込みをして、うん、アドバイスをしているので、うん、分かりやすいです、ね、一人でもできましたってご好評をいただいてます。素晴らしいですね。ところで、はい、このような珍しいお仕事を考えついて、はい、なさろうとしたきっかけは何なんですか。はい、そうですね、主人が2004年ですね、うん、に脱サラしてホームページ制作したりというふうに起業したんです。うん、でその時にホームページを作ってあげるからお前を何かやらないって誘われたのがきっかけですね。すごいきっかけ
ですよね。そうですね。それまでは専業主婦でいらしたとか、はい、あ、そうです。もう、あの、うちにいました。うーん、ずっと専業主婦でいらしたのに、はい、ご主人様が脱サラして独立したのと、はい、一緒に独立なさった。はい、そうです。ね、なんか、ご家族も仲いいですよね。なんか、お伺いしてる。ありがとうございます。ね、本当になんか、作るウェディングドレスもワクワクとホカホカあったかくなるのに、ご家族の話を伺ってもワクワクホカホカさせられて、本当ありがとうございます。で、確かご自身もご自身の結婚式にウェディングドレスを作られたとかありましたけど。はい、そうです。あの、自分で私は母に手伝ってもらって、うん、あの、自分のドレスを縫ったので、うん、まあ、なんか好きなことで始めろよって言われた時に、うん、私の好きなこと、得意なことって言ったらやっぱ洋裁かなって思ったんですけど、うん、なかなかそれだけじゃなって思ってた時に、うん、あの、主人が、あの、ウェディングドレス縫ったのってすごいなって思ったから、うん、やりたい人いるんじゃないって言われたんですね、うん、で、あ、お手伝いだったらできるって思ったのが、うん、まあ、始まりです。すごいですよね。ご主人様のアイディアもすごい。アイディアって言うんですか？ご主人様が見つけてくださった奥様の得意技。そうですね、うん、はい。それを見つけてくださるご主人様すごいですね。ありがとうございます。本当になんかびっくりしたことばっかり。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは2つ目の質問です。そのお仕事をする上において、キラキラ、きらめきを感じるとき教えていただけますか？はい、もうそれはお客様からこんなドレスできましたってお写真をいただいたときですね。そうですよね、なんかもう お答えを聞くまでもなくだってウェディングドレスができなかったら嬉しいですよね。あれ、私がこの製造するときに、うん、製造する前に、うん、あの、デザイン画をお書きするんですけれども、うん、まあ、私 の、 あのベースになる、うん、あの、簡単なデザイン画なので、うん、皆さんもこうお花をつけたりとか、うん、レースをあしらったりとか、うん、もうすごくこう、すごく素敵に、あの、装飾なさってて、うん、あのデザイン画がこんなに素敵になるのかっていつも本当に思います。うーん、はい、素敵です。ありがとうございます。本当に素敵です。それでは3つ目の質問です。そのきらめきを感じるために心がけていることがあったら教えてください。きらめきのために、あの、心がけていることは、あの、花嫁さんとの連絡というか、やり取りをすごく密にすることを心がけてます。はい、やっぱり、あの、デザイナーじゃないと対応できないデザインもあるんですけれども、その中で、あの、どれだけご希望に沿ったものができるかっていうところが大事だと思うので、うん、はい、あの、まあ、その分製図に入る前に、あの、ここはどうですかって、あの、細かいところまで、あの、すり合わせですね、あの、掲示板、まあ、画像を用いて、うん、こんなのがいいっていうふうに、じゃあそれならこういうふうに製造しますというような、うん、あの、やり取りを密にしてから、うん、あの、キットのご用意に入っております、うん、はい、ご本人の意向をしっかり受け止めて、はい、しっかりご本人の意向に反映するようなものをお出しするために、はい、コミュニケーションをちゃんと取ってるということですね。はい、ちなみにお目にかかるんですか？あ、あの、ご相談会という形でいらしていただくことも可能ですし、まあ、遠方の方が、まあ、ほとんどですので、その場合にはもう、あの、ネットでのやり取り、メール、まあ、掲示板のやり取りになります。ということは、近くなくてもその掲示板の画像でやり取りができる、そしてコミュニケーションをしっかり保つということで、はい、全国どこからもいらしていただけるわけですね。あ、そうです。あの、北は北海道から南は沖縄まで、うん、まあ、素敵、はい、ありがとうございます。それではもう最後の質問です。人生の中で一番今までキラキラってきらめいていたことを教えていただけますか？はい、私、あの、
趣味を2つほどやってまして、はいはい、1つはあのクラシックバレエですね。あの上手くないんですけど、あの発表会で踊った時は、うん、キラキラって心の中はキラキラって思った。素敵。あともう一つが、はい、が今あのロードバイク、自転車にハマってまして、あのいろんなところを走りに行っております。すごいですよね。それも何、200キロとか300キロですよね。はい、あのブルベっていう競技がありまして、あのまあ、限られた時間内にこんだけの距離を走ったら認定しますよっていうことなんですね。が、あの時間ギリギリ使ってもいいし、すっごい早く行ってもいいしってこうすごく自由なやつなので、私もスローペースながら、その例えば200キロだとどのぐらい以内に測るとどんな認定をいただけるんですか？あの200キロの場合ですと13時間半以内にゴールなんですね。で、あのそのチェックポイントがあって、でそこであの、まあ、スタンプをもらったり、あのコンビニでレシートをもらったりして、でそれをまとめて、あのフランスの方の協会があるんですね。でそちらに送ると、あの、あなたは200キロ走りましたっていうその認定カードと、あのコインがもらえるんです。はい、面白いですね。そうですね。すごいですよね。はい、でそれはなんかダイエットで始められたとか。そうなんです。ダイエットをするんですか。バレエで全然痩せられなくて、悩んでた時に、また旦那なんですけど。いい旦那様ですね。はい、なんか自転車を痩せるらしいよってこう、本を、なんか見せてきまして、で意外と私自転車好きだったんですね。高校の時自転車通学だったりしたので。で分かるとバイク乗ってらっしゃるんですよね。あ、そっちはオートバイですね。はい、はい、二輪が結構好きだったので、あ、楽しいわって思いまして、それから一生懸命走ってます。うーん、ご主人さんはなさるんですか？あ、はい、一緒に。彼はもうあの1400キロとかもう尋常じゃないあの距離を走ってます。すごい。1400キロって 何時間かかるんですか？でも1400キロは5日間。5日間ですね。すごいですね。今年の夏はなんかパリブレストパリの、あの4年に一遍の大会があるので、主人はそれに目標に今練習してます。え、それは競うんじゃないんですね。時間内、一応時間内なので、はい、自分との戦いですね。はい、いやー、素晴らしいお話ありがとうございました。ありがとうございました。女性起業家きらめきインタビュー第70弾、記念すべき第70弾ですが、もう終わってしまいました。このインタビューは今回のお客様に次回のお客様をご紹介していただくというシステムをとっております。ということで、富岡さんに次回のお客様をご紹介いただきたいのですが、はい、よろしいでしょうか？はい。カタツムリ企業の山口智子さんです。ありがとうございます。それでは次回は山口智子さんをお迎えしてお送りいたします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。